こんにちは。麦わら哲夫、デザイナーイラストレーターです。今日は、ポエトリーリーディングスポークンワードについての3回目ですね。1回、小山田神社大賀ハスの話で飛びましたけども、その前の回からの続きです。前回2回目は、そうですね。だんだん、その、詩をやってる人たちとの交流が深まってった話ですけど、まあ今日もその続きな感じです。で、当時ですね、2000年頃、なんだかマスコミにすごい取り上げられて、雑誌とか、あとテレビも来てますね。その、ベンズカフェとか、オージャスラウンジ。まあ、ベンズカフェが多かったんですけど、ニュース系だったり、バラエティ系、お笑いタレント連れてきてなんかちょっと茶化す的なのもありますね。で、雑誌とかだと、このアエラ。これ結構大きく取り扱ってくれて、こんな感じですよね。これオージャスラウンジですね。ちょうど僕がリーディングしてるとこはこの、真ん中の旅行位置のこのメインの写真に入ってたりなんかして、結構丁寧に取材していただいた記憶があります。女性の記者さんだったんですね。それからこのダヴィンチ、読書の雑誌ですよね。今でもあるんですかね、ダヴィンチね。当時はそこそこよく見てて、これも、誰でも簡単にスターになれますということ。ウォーホルの3分間だけでも誰でもスターになれるっていう言葉にかこつけて、まあ、そういう感じで、今いろんな人が簡単にスターになれちゃってますよ、的な、ちょっと、斜に構えた、感じの、このリード文でしたけども、まあ、それでも、当時オープンマイクに来てた詩人さんが、ここ結構乗っかっててね、懐かしい面々でございますけども、今でもやってる人もいれば、辞めちゃった人もいるし、それこそ亡くなっちゃった人も映ってたりとか、海外行っちゃった人とかね、映ってて、もう、これなんだよ、2000年 ?2000 年7月だから、まあ、ちょうど17年前ですね。ミレニアムの前の年ってことか。2000年ですね。20世紀最後の年の、発行ですね、これ。こっちのアエラの方が2000年の1月だね。その同じ年の冬ってことですね。で、このダヴィンチのリード文にもあるように、たった3分間だけでもスターになれるってありますけど、まあ、ポエトリーリーディングの良さは、誰でも表現者に、として、舞台に立てるっていうとこが、このダヴィンチは割とネガティブに捉えてますけど、僕的にはそこはすごいポジティブに捉えていて、3分間なり5分間なり10分間なりでマイクの前で何言ってもいいってことでね、そこでまあ、それこそ人殺しの詩を読んだりとかそういう人もいて、それがですね、結構僕的にはですね、シリアスに本人は言ってるんですが、笑いに変わったりするんですよね。その人殺しのシーンとかね、言葉にして、そうやって人前で読んだりすると。そういう、なんていうかな、一種の消化っていうんですか、登る消化ですね。消化作業、なんか意識の消化作業とかにもなるような気がしますし、当時秋葉でなんか通り魔事件とかあったんですけども、あの犯罪、池袋でも確かあったね。なんかとにかく通り魔事件が流行ったところで、その人たちが考えてることをオープンマイクに来て喋ってれば、ああいう、なんだかリアルな悲惨な事件は起きなかったのかなっていうふうに思いましたけどね。そういうイマジネーションを現実化するということでは、なんか、すごく、そういう内容がネガティブであっても、
ポジティブに作用するのがオープンマイクだっていう気がします。これ、最後に結論として言おうとしたんですけど、なんか流れで今、ほぼ結論になってしまいましたが、詩の朗読っていうとね、割とこう、文学好きな人が仲間内でひそひそやってるイメージがありますけど、僕は割とそれよりも、そういう、通り魔やっちゃうような犯人のような人みたいのが来てくれて、まあその犯罪を犯す前に、そのイマジネーションの丈をね、出してくれたりとか、そういう場であってほしいなと。だし、そういう場で あるのが、ポエトリーリーディング、スポークンワードだと思います。で、その中で、オープンマイクに飽き足らずね、表現をもっと進化、深めていって、自分なりの表現の場を、イベントなり、まあ、あと、まあ、ネットでもできるし、今はね、なんか CD とか DVD とかで形にするとか、いろいろ、あると思うんで。まあ、あと、オーソドックスに刺繍っていうんですか。なんか、そういう可能性をすごく秘めたのが、ポエトリーリーディング、スポークンワードだと思います。特に、そのイマジネーションをね、こう、なんていうかな、価値にしていくっていうことに関しては、すごく、いい、一つのきっかけになる場所が、ポエトリーリーディングの場所だと思います。それこそヒップホップもちょっとそういう感じですけど、そういう音楽的な知識がなくても入ってこれるのがポエトリーリーディングで、そういう意味でね。で、なおかつ、まあ、音楽詳しい人と組めば、そこでまた音楽的に表現を持っていけることも可能だと思うしね。そういう、とにかくいろんな可能性を秘めているのがポエトリーリーディングだと思います。で、そのポテンシャルに比べて、社会的地位が今あまりにも低いので、なんかね、うまくもうちょっと社会に広められてたらなっていうか、そういう、心の中に抱えてるものを抱えてる人がいっぱい、もし、だからそういう人たちがに届けたい。こういう場所がありますよってことをね、そういう感じで考えてます。で、自分が最近もうその言葉の表現、オープンマイクとかあんま行かなくなっちゃったのは、まあこの SNS とかで結構自分の丈を表現できる術があるっていうのもあるし、あと誰に何を伝えていくかっていうのがね、ちょっと今結構宙ぶらりんで。いわゆる、いつもポエトリーのイベントに来てるような人たちをターゲットにしてもなーって、その人たち失礼ですけど、そういうのすごい強く感じてて、以前はそれでも良かったんですけど、なんていうかな、もっと、ちょっとターゲティング、それに伴う内容ですけどね、そこをすごい今ちょっと悩んでて、それでやってないっていうのはあります。とか、熱く話してたら8分になってしまいましたが、とりあえず、3回目はここで終わりますかね。なんか結論がここで来ちゃいましたが、他にもちょっと喋りたいことあったりして、また続けたいと思います。ありがとうございます。